続いては特集取材現場からのコーナー、担当は富田記者です。よろしくお願いいたします。今日は出没が相次ぐヒグマについてです。まあ、これだけ多いとこう都市部に住んでても不安になりますよね。はい、今年は全道各地で目撃や出没が確認されております。昨年を上回るペースとなっており、一体何が起きているのか、どんな対策が求められているのか取材いたしました。統計によりますと、5月21日現在、道内のヒグマに関する目撃などの通報件数はおよそ500件、統計以来過去最多だった去年の同時期をおよそ100件も上回るペースとなっています。人身事故も起きており、朱鞠内湖で釣り客の男性が熊に襲われて死亡した事故を含め、今年はすでに3件発生しています。なぜヒグマの目撃や出没が増えているのか、酪農学園大学の佐藤教授は、熊自体がですね、個体数が増えて、分布が拡大してきたということ。道の発表によると、2020年度の全道のヒグマ推定生息数は1万1700頭となっており、30年間で倍増しました。ヒグマの出没が相次ぐ影響は観光業にも。野鳥観察などの自然ガイドを10年以上務める札幌在住の鳥美子さんは、連れすることを控えておりますし、行く場所を本当に選んでいるので、野鳥の観察時間は早朝ですので、クマが出没しやすい時間だってこともありますから。また近年は人の生活圏への出没が問題となっており、今年もその傾向が顕著になっています。先月13日未明、室蘭の住宅に備え付けてあった防犯カメラの映像です。およそ 1.5 メートルのクマが住宅街を駆け抜けていく様子が映っています。室蘭市によると、先月12日以降、市民からの目撃や通報が9件寄せられました。また札幌でも先月22日、西区西野の住宅街のすぐ裏でクマが目撃されました。住民は不安の声を漏らします。それはやっぱり怖いですよね。やっぱりすぐそこだからね。下に学校ありますし、ここお散歩するお年寄りとかもいますんで、本当不安ですよね。佐藤教授によりますと、生息域が拡大し、人間の生活圏のすぐ近くで育ったヒグマが増えたことで、人里への出没が増加したと見ています。一方、クマの駆除にあたるハンターは、人に慣れたヒグマが増えていると感じています。餌をそこでむしゃむしゃ食べているわけです。そのクマが実は一番リスクがあって、なぜかというと、人に慣れててお腹いっぱい食べれる餌がそこにあればいいんですよ。そういうふうにですね、動線ができちゃう。こうした中、行政も新たな対策に乗り出しています。札幌市では、人とヒグマの住み分けにより安心安全な暮らしを目指すゾーニング管理についてエリアを細分化しました。市街地に近い森林のうち、人の利用が多い場所を都市近郊林ゾーンとし、ゾーン内にヒグマが住み着かないような環境づくりを目指すとしています。また道は今シーズンから4年間の期限付きで、人里から3キロから5キロ離れた区域内に限り、冬眠中や親子連れのクマを狙う春季管理捕獲を始めました。ヒグマの人里への出没抑制とハンター育成が狙いです。しかし課題もあります。ハンターの高齢化と熟練ハンターの減少です。ハンターをめぐる現状に玉木さんは焦りを感じています。計画的にクマを仕留めるためのハンティングっていうのを経験してない層っていうのがたくさん出てきちゃってるという中で、次の世代に技術継承しなきゃいけない。人の生活圏に近づくクマやハンターの高齢化、佐藤教授は次のように提言します。駆除だけでは十分行っていると思うんです。でも問題が解決しないのは、やはりその入り口の部分の対策が何もできてない。対応できるような人材をきちんと行政が配置する、
まあ、市町村が難しい状況であれば、まずは振興局がここに必要な人材を適切に配置して、市町村とのコミュニケーションの中で問題を解決していくような仕組みを作るというのが、まずは大事なことだと思います。はい。はい。佐藤教授によりますと、7月下旬以降は食べ物を求め、農地や果樹など人里に近づく、出没する可能性があるということです。私たちはどう対策していけばいいんでしょうか。はい。各自治体が発信している出没情報に注意を払うほか、森に入る際には音の出るものや熊撃退スプレーを持参するなど、遭遇した場合には慌てない、騒がない、走らないといった基礎知識を備えておくことが重要だと指摘しています。富田記者でした。